野那住与9月19日隊は、日本の女性政治家、島市議会議員。2004年10月1日に、島市として、対等合併して、廃止となった島軍大王朝の最後の町長でもある。三重県初の女性市長となった人物で、当時定時制高校に通っていたことから、女子高生政治家としても、話題となった。段階の世代である、野那住与が中学生だった。 当時、高等学校への進学率が高くなかった。中卒で就職する若者が、まだ多かった、金の卵の世代でもあったため、野那澄夫は中学を卒業した後に就職して、高校には進学せず、大王朝の地元の水産業の真珠の加工と、販売業の店舗の丸つパールを営む、経営者として、昭和46年に結婚後に自営業と兼業する、主婦となる。 島下大王町なきり在住、なきり地区生活改善の会の会長として古い生活習慣の改善運動と生活アンケートを実施して1994年に就任した大王町婦人会の連絡協議会の会長などの地域活動を行っていた。地方政治に興味を持ち大王町の町会議会議員に立候補、当選を果たす。その後、議員活動の傍ら、 三重県立蕎麦高等学校に進学する。同校在学中に大王朝の町長選挙に立候補、現職の橋爪正さを破り初当選。三重県初の女性首長として、また現役女子高生の町長として有名になり、多くのメディアに取り上げられた。なお、高校は町長在任中の2003年に卒業し、引き続き、都立三重短期大学に進学する予定だったが、 町長の公務に専念する必要性から進学手続きを行った後に休学した。その後、2004年10月1日に大王朝は平成の大合併で島軍後町とともに対等合併して島市となった。それによって大王朝は廃止され、町長も退任した。町長退任後、2005年に島市の市議会議員に立候補して2位の得票で当選。 三重短期大学にも復学し、2007年3月に卒業した。2期目の2009年にはトップ当選を果たしたが、任期中の2012年10月に辞職して、島市長選挙に立候補するも落選。選挙戦では、財政破綻した北海道夕張市を例に挙げ、島市が第二の夕張になると訴え、島市が当時進めようとしていた。 里海構想にも理念は尊重するものの厳しい目を向けていた。2013年には、島市議会議員に、再び当選を果たす。2017年には4期目の当選をした、ミニコミ氏、野長よりを発行している。大王朝の三役である、収入役と助役を廃止した。理由は以下である。町長の任命では、イエスマンになりやすい。町長が単独で暴走することへのチェック機能や、 ブレーキ機能として不必要である。また大王朝の財源を節約する効果がある。津波被害を防ぐために鉄塔を建設した。町長の給与を2割削減をした。大規模下水道の新規計画を中止した。理由は、下水道事業は多額の出費がいる。自己負担から加入者が少数で浄化層で十分である。遅延や欠円にこだわらない、公平な大王朝の職員採用を行った。 ちょうどの道路側面改修と小学校に設置されている遊具の改修をした、老人が利用する老人ホームの憩いの家を建設した、三重県初の女性町長、市長が誕生する女子学生議員が三重短期大学法系学科2部を卒業した地域情報の記事、ありがとうございます。